シェイハダーさんは現在においてイラク国内で最高峰と考えられている山である。CIA ワールドファクトブックによる標高は3611メートル。ガンダザー村の6キロ北に位置し、イランとの国境をなす。2004年11月に登頂したイギリスの探検家人フレンは山頂で GPS 計測を行い3628メートルを記録した。 この場所は、スペースシャトルによるレーダー計測やロシアの地形図の計測点と同一地点であるが、これらの資料の標高は、CIA の値と一致している。最初の冬山登町は、2011年3月18日に、ジョナサン・ベジックとマシュー・ドプイによって達成された。この時の GPS 計測では3611メートルが確認された。ハミルトン道路から、 麓のガンダザーライの経路上には地雷の危険性が存在する。一部の土地にはドクロマークの赤い三角板の標識が立てられている。チョマンの町ではこの領域でのクルドギ遊軍の護衛を求めることができる。北緯36度44分統計44度52分、北緯36.733度統計44.867度。 36.73344.867にあるハルガードと呼ばれる近くの山頂の標高は3607メートルあり、これまでイラクの最も高い山であると考えられていた。ありがとうございます。